スファローズで活動は何かしてんの？あ、この前ライブね。あ、本当だ、久々にライブの MC や。あ、そう、はい、何年ぶりぐらいそれ？いや、それが K プロっていうライブ主催のところの20周年かなんかで、はいはい、もう出てるメンバーもエルシャラカーに三拍子とかもおじさん、おっさんばっかで実力派のおじさんたちが集まって、はい、うん、もうだって60になるよね、もうすぐね。やがてね。すごいですね。あと8年後でさ、そうそう変わると思えないじゃん。昔見てた師匠連中の年齢。そうだよ。若手のままなるもんなんだね。そうだよ。恐ろしいことに。恐ろしいよ。恐ろしい。本当早い。できるだけ忘れて生きていかないと、年を。ね。山さん、どこ行くんすか？どこでしたっけ、あれ。大沢シティ。いろんなものが展示してある博物館みたいなこと。分かりづらいね。いろんなものが。いろんなものって何よ。例えば何ですか。例えば何。例えば飛行機とか。電車とか。乗り物が宇宙じゃなかったですか。宇宙。ああ、宇宙ね。筑波の方とかね、なんかそういう宇宙研究とかやってそうですよね。ああ、一回行きましたね、山さんね。あ、行ったことあるの。行ったことある。あれプライベートで二人で。JAXA でしたっけ。プライベート他人なんですよ。いや、そんなことない。何プライベート他人って。デイサービス広沢シティもやってます。学生じゃないか。あれハーレーの店とか、ね、もうここはもう街になってんじゃない。すごっ。え、あ、本当だ。はい、広沢シティっていう街なんですね。あらららら、広沢通りの広沢シティだ。面白。こんなとこ見たことないですよ。ないね。面白い。もう独立国家。いや、バイクサロンって書いてある。あら、クラシックか、クラシックバイクミュージアム。ゴルフ場だよ。わ、楽しそう。恐ろしいとこだね。何なんだここ。航空博物館。遊び。オフロードコースって書いてますよ。オフロードコース。ドッグラン。確かにここどういうとこですかって答えづらいですね。なんて説明していいかわかんないよね。うわぁ、いや、何このワクワク感。すごいね、夢の場、広沢シティ。いや、これ、あの広沢さんっていう人が町を作ってるみたいよ。いや、すごいね。え、本当に広沢さんという方がいらして、その人のシティってこと、本当に町ってこと。リアルにシムシティってできるんですか。できるみたいね。すげえ。いや、だから相当すごいのよ。確かに。どこ行けばいいんですか、これ。そう、だからどこ行けばいいかわかんないから、ちょっとその管理事務所みたいなとこあるから、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すみません、お邪魔します。野口さんでよろしいですか。野口です。はい、広沢さんは。広沢さんじゃないです。残念ながら広沢はね、出ないんですよ。広沢さんはどこにいるんですか。事務室で、はい、仕事をしておりますので。あ、そうなんですね。野口さん、ここどういった建物なんですか。この夢、ここは夢の場のところの入り口と、それから帰りがけにこのお土産を豊富に買ってっていただくための、はい、場所でございます、はい、これもうなんかこの一帯が本当に街ってことですよね。そうですね。あの全体の広沢シティっていうのは100万平米ございまして。100万平米ってどれぐらいですか。でそれで言うと分かんないので、はい、東京ドームで言うと22個分、はいはい、22個でか。この夢の場はその中でも、はい、その夢の場っていう、まあ、乗り物エリアをこう、はい、あ、ここが乗り物エリアなんですか。そうですね、まあ、基本的にこの陸海空宇宙勢ぞろいのテーマパークすごっ。この辺に書いてあるのが、ね、野口さん一応え、ちょっとこれが見れるってことですか。そうですね。電車も、うん、電車、これ新幹線じゃないの。新幹線ですよ。E-2K っていう新幹線、はい、デゴ1がいて、EF81 のこれ何、これアラブの車、なんかね、石油王がやることですね。このレールパークにいる鉄道車両だけで12両12両もあるの。はい、だからこの科博広沢航空博物館っていうのは、はい、国立科学博物館って上野の駅に、あの、はいはいはい、入ろうと思うと右側に見えるじゃないですか、うん、あそこにある国立科学博物館と提携をして共同で運営しているものなんですよ。いや、すげーな、はい、ですからここにあるのは国家財産。ちょっと待って、国からお預かりをしてるの。宇宙館って書いてある。触っちゃダメっていうやつ。あ、温泉出そうとしてる。あ、そうです ね、 ね、これね、これはあの夢の場からちょっと離れるんですけど、この絵で言うとここのところに矢倉が立ってますよね。今温泉を出そうとしてるんですか。これ今温泉を掘ってます。
いろんなことをやってます。広沢シティの一部が夢の場ってことですね。そうです、そうです。大きく言って広沢シティで、その中に美術館もあったりこの夢の場があったりって、ね、ダッシュ村とかは聞いたことあるけど、はい、街作ってる人も俺初めて。そうですね。広沢さんはなんでそんなお金持ちなの？あ、広沢さんはそれをご覧いただくんだったらあちらの方がよろしいんですか？あ、ちょっと何何何、広沢グループショールーム。本当だ、広沢グループショールームあります。ショールームがもうこちらにございますんで。やっぱみんなね、思うから作ってるんですよね。はい、え、これを作ってるんです。え、この、あ、例えば歯医者。歯医者の歯医者さん。すごい。皆さん大好きなあの、いや、好きじゃないですね。なんかね、変なことしてるんじゃないかって疑ってたんで安心しましたね。金庫を作ってるんですね。金庫、俺金庫開けてる側かと思ったら。いやいやいや、金庫開けてるのはひろしさんなんで。ひろしさん金庫開けてる。どういうことなんですか。いやすごい。金庫を作ってらっしゃいますよ。なるほど、金庫とか、はい、こういう医療機器、医療機器 いっぱい作ってますね。コピー機、コピー機、こういった機械類、機器類をもうたくさん作ってますね。開発者なんですか。要するに製造会社ですね。はい、一番最初からでもお金持ってたってこと？いやいやいや、だってスタートが聞きたい。どっから這い上がったか。僕もこのままの人生を過ごせないですね。そう、のし上がりたいんですよ、我々も。なんとか広沢さんからヒントをいただきたいから。私の聞いてる限りでは一番最初はやっぱり金型で、ブリキのおもちゃからです、ね。それを、ガッチャンガッチャンやりながらって。はい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 、すげえ。じゃあ今度はこれ作ろうってどんどん、はい、そうですね、すごいもの。なるほど、広沢グループね。はい、すごい人いるな、すごい人いるな、ね。まあまあ分かったわ、まあ、こういうので広沢さんが財を成したと。そうですね。ただちょっとお土産は何を売ってるかが分かんないですね。いやだからそれあるでしょう、広沢まんじゅう、広沢クッキーとか。でも広沢さんそんな前出る人じゃないから。あ、そうか、そう、広沢まんじゅうは作んないかもしれない。そう農園で作ったバナナ。これね、バナナなんですよ。いや、バナナって出てるじゃないですか、あれ。そう作ってんだ。バナナってどういう風になってるのかって見たことないじゃないですか。え、だってこの木になってるじゃないですか。そうそう、木になってるんですけど、なってる状態がそこで見れない。うぇー、美味しすがるバナナ。へほら、バナナ、ほら。あ、本当だ。茨城でバナナがなってるとこなかなか見るとこないぞ。ここバナナ園。そうなんですよ。似合うね。レンタル電動カー、これ俺借りたいっす。借りたい、どうぞ。ヤマト発進。いや、なんでそれちゃんと言う。発進。いやいやいや。で、こっちから行きません？こっちから行きましょう。なんなん？野口さんのルートがあるから。野口さんなんかあんのこれ？まずはね、電車見てくんないと。そうね、野口さんの好きな。ここすげえぞ。いろんな人がいるんだね。そうですね。野口さんこんなのあるのが当たり前の生活してるから驚かないでしょ。そう、東京から来たらやっぱびっくりしますよ。こんな一挙に集結してんの。これいいね。もしプライベートで来るんだったら平日がいい。平日がいいですね。これは、わー出た。わーすごい。野口コーナー、すごい。野口コーナー来た。これ、乗るとことかあるんですか、人が。いや、全然降りねえな。人が乗るとことかあるんですか。あ、ありますよ。ちょっとだけ見てみたいね。あっち見るのよ。ちょっとだけ見ることないやん。そのまま行くなって。わー、かっこいい。こんなの公園でしか見たことないよ。ね、SL 公園ね。しかもタイヤだけね。ね、いや僕のね、あの俺んとこも SL ありました。近くあったんですよ。ただもっとちっちゃかったけどね。ここ運転席ですか。これ運転席です、運転席っていうか、はい、いわゆる炭を入れるところ。そう、どうぞ。結構前と距離あるんやね。これがここが運転席、ね、燃料じゃないですか。そうそう、これがだから燃料を入れて。うわ、すげえ。運転席ちゃんと、ね、燃料がメロメロなってるよ、ね。はい、すごい。じゃあ暑いんですね。じゃあここめちゃくちゃ暑いよ。めちゃくちゃ暑いですね。こうやって運転するってこと。そうですね。ここから見て、これは助手さんで、こっちが運転手さん。ここや。はい、で、これがブレーキですね。これが単ブレーキ。この機関車だけにブレーキをかけます。はいはい、これが副ブレーキって言って、
全体の列車の編成全体にブレーキをかけます。はあ、はい、よくあるこれがブーブー、はい、もうめちゃくちゃしんどいやろね、こんなか。そうですね、あれはすごいね、なかなか見らんないですよ ね、 ね、うん、生で初めて見ました。寝台列車乗ります。ロイヤルデュエットだって名前が、はい、ちょっといいですね、はい、野口さん、はい、電車に特化しすぎじゃないですか。電車で一本で電車ロイヤルデュエットだってよ。名前がこれは寝台、はい、これ寝台いつぐらい、何年前ぐらいのあれですか。これは平成27年まで走ってます。ついこの間まで走ってた。テンション上がる、はい、あらららららら、いやだこれは、あらら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 、いい、ね、これはいいですね。これは、はあ、なるほど、上ベッド、はい、いいな、色もな、いや色もいい。ここさ、宿泊施設にしたらまた、はい、あ、確かに、そうなんですよ、すげーな、ここね、やるんです、やるんです、やっぱりさすが広沢市に、はい、1編成20万円で、え、どういうこと、あ、貸し切りで、1編成ね、1編成ね、へえ、出してますので、ぜひ、これだから食堂車みたいなのあるんですか。あ、食堂車もございます、こちらにどうぞ。もうだってここあるもん、あの宿泊時の注意事項、はい、あ、もうやってるんだ。ここがね、そうそう、一番いい部屋、お部屋、あらー、 A 個室、 A 個室だ、当時の一人用個室。確かにね、ライトの感じとかもね、うん、高そう、いい感じのね、高そうでしょ、高級、椅子もついてる、風呂ついてるし、え、風呂ついてる、そうです、テレビ、これシャワーもトイレも洗面もついてます。はい、シャレですね、そのやっぱ空間をギリギリで使ってるとこがいいね、そのもう、あらー、わ、はい、うわー、涼しい、はい、こちらが当時のグランシャリオ、へー、はい、ここがだから食堂車だったんです ね、 ね、ここで、あの、うーわー、ゆっくりお食事をさんといただいて、はい、こうやっぱり一周してさ、はい、こういうのがいいね、今もうその早く着くからさ、必要なくなったかもしれんけど、うん、楽しいやろね、この旅。上野から札幌まで16時間、おー、ね、いいね、ゆっくりとこういう、あの U ベッドで過ごしながら、お食事をここで3時間ぐらいかけて食べるとかね。で、これが、うわ、これが北斗星の、わー、ここいい、この北斗星の編成の中で、あの1両だけ繋いでいたロビーカー、ロビーカー、これはだからロビーカーでこうやってもう長いじゃないですか、16時間、はいはいはい、疲れちゃうじゃないですか、はい、なのでこれにこう座りながら、あの外を見たがら、こうやって、高いね、これは、ね、電車の時間ちょっと長すぎて野口さんも相当な時刻が満足したんですけど野口さん、野口さんも時間がやばいんでもうこれまでにしようと野口さん、これ見てってください、すいません、ちょっとこれ電車の興奮、あらーねえ、ねえ、野口さん、はい、あんたバカ出た、電車の中にアーケードゲームが入って電車で GO ができるって、ここしかないってことは、電車で GO ですよね、うん、あんたバカだろ、これ野口さんのアイデアなんですか。まあそうですね、要するにここに入れるしかないなっていうことなんですけどうわ、これはこれでさ、あ、いいですね、ね、あ、いいね、野口さん、また昔のやつじゃない、これそう、ね、ペイントし直したでしょ、これ、あ、塗り直してんの、そう、これさ、新幹線もさ、昔の新幹線じゃん、そうそう、ゼロ系、ゼロ系、これもこだわって集めたでしょ、そうやばっそれを探してきたってこと、そうです、たまらんね、いや、野口さん、いい仕事に来てましたね、仕事してますね、あの子供たち結構ね、土日は本当に、いや、これ喜ぶでしょ、ね、で普通お金入れなきゃいけないじゃない、そう入場口でお支払いいただいたらは、 あとはフリープレイなんです、基本はね、電車で行こう、フリープレイ無料なんですよ、だって野口さん安いっすね、野口さんだって電車の中で電車の乗り物乗れるのってここだけですもんね、そう電車で行こうやろう、電車で行こう、ちょっと広瀬さんやんなよ、やろうね、そう、これ持ち時間がなくなるんだよね、あ、持ち方がこうなんだ、うん、まあこんなもんです、いやまだちゃんと駅到着までがちゃんと停車停車が見たいのよ、そう、難しいですもんね、ああ
キーって言って客が倒れたらもう笑いますよ、うん、いいですね、そうそうしろって思った。下り勾配だからちゃんと、あ、もう来ますよ。これね、この辺かな、救世主だったよ。あー、ほんだ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 、ひっくり返ったほんだ、ひっくり返ったよ。野口さん止まれます、止まれます、野口さん、野口さん、野口さん、大丈夫大丈夫、暴走列車だよこれ、暴走列車だよ。ほら、ずいぶん前に止まっちゃったじゃん。まずさ、運転手は野口さんですから、まず客がひっくり返ってんだから、どこがご飯いいですか。うまい、ぴったり、ぴったり、いや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 、顔を取ってください。ぴったり、ちょっと、あ、すごい、再加速だけやね。いい、品川、田町、いい、まだまだ、あー、いいよ、オッケー。で、あんまりこう、息にスピード出すとさ、後ろの人倒れるから俺、安全第一で行きたいのよ。安全第一ね。あ、山の線、危ない危ない、はい、ちょっとスピード出しすぎ？わあ。いや、いいんじゃないですか。だって時間内につけないと怒られますよ。うん、あ、田町だ。野口さん、僕田町でバイトしてたんですよ。あ、俺田町住んでたよ。え、マジですか？害虫消毒のバイトしてたんで。俺田町住んでた。乗ってたな、これ。俺田町のあのホルモン焼き屋行ったことあります。行列できてると、うんうん。あの辺あるね。うん。多いよね。誰に対してだ。制限50ですよ。50ですよ。アクセルを戻して、今90で、今もう、ああこれね、これをブレーキかけて、相当もう全然意味わからん。もうこっからはもう自分でやってみましょう。ちょっと待って、俺の運転じゃねえやろ。俺の運転じゃねえやろか、野口さん。それでさ、あまりにも手出しすぎたらさ、自分で全部俺が運転手だから、ね、ダメでも自分でやりたかった。野口さんの時は俺なんもやんなかった。だいぶ言ってたけど。じゃあ山本さん、だいぶ言ってた。いや、何でもいいよ。いや、これ右にしなきゃ、レバー。レバー、レバー、右、レバー。はい、いや、やらないでください、野口さん。野口さんじゃないよ。いや、同じようにするんだよ。やる人は野口さんっていうのやめな。言わないまだ天心言わないから、あ、笑った、笑った。あ、笑った。邪魔されて。言わないから、こっち、こっちやらないで、解除しないと。走らないって。35キロ、35キロ。35キロ、見て。今35キロでしょ。40だったら、やったらブレーキ。5キロぐらいいいでしょ。じゃあ、どんどんスピード出てくるから、35キロのところ。今、飛ばすとこ。停車。今、飛ばすとこ。70、8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 0
丈夫、制限が何すればいいですか。スピード出す、まだ大丈夫、まだ大丈夫、スピード出す。 あともう 170m まだ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 野口さんがまだ何がまだか教えてください。じゃあ何がまだまだなんだよ、広沢さんの何がまだなんだよ。フリー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 、平気だよ。女子ができるな、待って、女子ができるな、待って待って、ちょうど、ちょうどって言ったでしょ。ちょうどって言って、ああって、なんだ、まだゴールしてないから、まだゴールしてないから、はい、以上でした。はい、でも、でも、合格、合格です。一番簡単なやつだったから、はい、見どころ多すぎますしね。見どころが多すぎるのよ。文句言って悪いけど。よし、じゃあ次は、なんか飛行機館ですか、野口さん。はい、はい、うわ、でかっ、うわー、でかっ、うわー、すごっ、すごっ、うわー、すごい、もう弱っちゃう、すごい、すごい、面白い、鳥人間だ、あら、すげー、はい、あれ、鳥人間ですよね。そうです、すげー、はい、あの飛行機、ストークって言うんですけど、ストーク36キロしかないんですよ、あれで重さが、重さは、え、36キロしかない、あれで、うん、あれで、へぇー、あれで2000メートルぐらい飛んだみたいですよ。やっぱ俺でもこのゼロ戦がさ、ゼロ戦ね、こんなでかいの、ゼロ戦って。このゼロ戦の凄さは、はい、ゼロ戦って形式がこういうふうに、ここに書いてある通りなんですけど、11とか21とか形式はいくつもあるんですね、はい、あ、なるほど。その中でこの21型っていうやつなんですね。初期型こんなにいっぱいあるんですね、はい、そうなんですよ。結構ね、ゼロ戦って一つだと思ってる人いっぱいいらっしゃるんですけど、実は型式がいっぱいあるんです。で、47年にそれでラバウンの北西でオーストラリアの方が引き上げて直してくれて、
日本へ寄贈された。直して寄贈されたの。あ、そうそう、寄贈された。国立博物館と一緒にやってるから、はい、こういうのを置けるってことですね。そうですね。だからゼロ戦も置けるし、まあ、あそこにある、YS11 これが要するに182機作られてて、その量産化の1号機ということでこの飛行機は作られた飛行機なんです。すごいね、はい、面白いのはこれ。どれが面白いの？え、シルコルス、シコル、シコルスキーだ、うん、え、太郎と次郎じゃん。そうなんです。うわ南極、そういうこと、そう、これ第3次の越冬隊が乗ってった、はいはいはい、飛行機で太郎次郎を置いてきちゃうじゃないですか、はいはい、第1次越冬隊が、はい、それを救ってきたのがこの飛行機。マジで、これってこと、このまんま、これ南極物語だ、うん、これまさにこれ乗ってきたってこと。そうですね。すごいね。広沢シティの何分の1ぐらい今見れたんですか？広沢シティの何分の1？全体の。難しいなぁ。100分の1かな。100分の1。いろんなとこ行って結構驚いてたんですけど、うん、ここもう全てが集約してる気がして。いやもうそうね。ちょっとだ、茨城って、うん、どえらい場所っすね。結構このオフロードのバイクとか車とかも好きなんですけどね。ああいうコースもあるわけでしょ、うん、あります、ね、だから本当はそこも行きたい。そこ行きたい、ね、そこ行きたいですよね、はい、でも今日はちょっともう時間がないし、本当にでバイクも見たいし、バイクもね、車もあるだろうし、車もあります。例えば消防自動車見ていただいても、消防自動車も27台もあるところってないですね。27台あるんですか、消防自動車。正直今日電車も見せてもらったけど、はい、もっとちゃんとなんていうんだろうな、ここは、あ、ここにこれがついてんだとか、うん、深く 見ようと思ってたけど、まあとても無理だねこれ。そうね、また来させてください、はい、ぜひおいでください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやーすげえ。じゃあまた広沢でお会いしましょう。さよなら。え、ジョーンズさん、え、これめちゃくちゃでかいですけど。なんでこの土地持ってるんですか、まず。アメリカから、はい、何しに来たの。いや本当ですよ。ユーは何しに。ユーは何しに来たの、まず。盆栽ですね。盆栽の割に、なんで茨城なんですか。まあ日本の秘密でしょ、茨城県。いいところ。ああ、まあ、盆栽ってさ、はい、値段じゃないんだよな。あら、そう、値段は、実は値段はそんなにいい意味じゃないですね。自分が好きなものそうに対しては価値が出るし、でもあっという間に時間経つね、多分。あ、そうです、結構やってますね。あ、本当だ。あ、びっくりされてる。